ドラマの模様は3月25日火曜日8時からご覧のチャンネルで放送されます。リボンが風に踊る大好きな季節が涙を払いのけて私を綺麗にしてくれる。ドライに生きることも時には必要ね。ロマンスの足音だからワイライ眠れる夜もワイライあなたの嘘もワイライ淡い子に消えてしまう。ワイビーチ愛の前髪がワイライ新しい彼とワイライ後ろは振り向かないわ。ちょっとワイドレスめかしこんだらワイドシャツまぶしい彼がワイドレス突然口づけくれたの。 White Spring 春のいつしに White Lips 輝き出せば White Red 二人は恋人。ありがとうございました。 White Spring お嬢様、なんと今度の口紅は潤いが持続しますぞ。春の色ホワイトブレンドされて15色資生堂インテグレート口紅新発売。大好きな季節が涙を払いのけて私をきれいにしてくれる。都会に生きることも時には必要ね。笑顔で歩けばほらロマンスの足音だから White Night 眠れる夜も White Light あなたの嘘も White Light 淡い子に消えてしまう。 White Witch 愛の女神が White Love 新しい彼と White Light
プールサイドでカメラ構えてどういうつもり？お互い見えすぎて性格が可愛くない。プローザー髪の雫が色っぽいでしょ。シャッターチャンスを狙ってよ。あなたはただの友達のはず。それなのどうしてよ見られると。夢まで爆発しそう。クローザー目覗くみたいに。もうあなたしか見えないの。
どこへ行くの？うてつくで抱きせるなら引っ張ったくから弱い女守るのが強い男の礼儀じゃない。この少年生きてるのそこそこよろしくね。真に男らしく渋谷でみおちゃんに会えるかもしれませんよ。ついてるね、乗ってるね。今週の第9位です。レッキーガー、レッキーガー、レッキーガー、レッキーガー。誰かどこかで見ている、シャワーを浴びる瞬間感じたの。Oh,
それでは歌っていただきましょう。今週初登場第10位ワクワクさせて中山美穂さんです。ワクワクさせてよ、
な日本ジャム。この新曲は海の見える岬のスタジオで気持ちよくレコーディングした最新作なんだって。ついてるね、乗ってるね、ワクワクさせてに続く3部作の決定版。初公開、中山美穂派です。黒のジャケット昼出し行ってこいって刻むセリフ、踊りついたオープンカー飛び乗るときつまずくもの、渚色の中の部をかっこつけて曲がるな、私シートベルトをしっかり締めるの、髪を腹になびかせてロックスインが気取ってても、カラジオ合わせてるオープがほら風に舞うわ、だけど見かけよりも割と素直なのよ。
黒のジャケット昼かしついてこいって刻んだセリフほろろすぎた女飛び乗るときつまずくのよ長さ色のカーブをかっこつけて曲がるね優しいとベルトをしっかりしめるの髪を晴れになびかせてロックスイングが気取ってても彼氏を合わせてる音が早かったんだだけど見かけよりも割と素直なのよそんな中身はまだ半熟だけどね
割と素直なのよ、そこで中身
この曲で乗りまくっています。中山美穂 50-50。 見つめる視線、胸の刺す気の熱いアバンチュー、バカにしないで駆け引きなら 50-50。 甘い罠、
Thank you.
歌にドラマにスーパーアイドルの道を駆け続ける18歳中山美穂さん、今年は少女からレディーへと見事な変身を遂げました。 You are my only shining star 中山美穂さん。接戦ということだったので無理かなと思ったけど、帰り咲きの第1位で本当に嬉しかった。また1位になるようにリクエストしますというおはがきは広島県の溝田京子さんほか大勢の方からいただきました。今週第3位、人魚姫マーメイド。I don't mind, I don't mind. 気
주 너무너무 우리 모두 너무 그 달이 길이 하나씩 빠릴라 주목
写真集の撮影でニューヨークに行った時のテープレコーダーが同行、ホテルの部屋でハミングしながら曲作りに励んでいたそうです。先々はシングルも自分の曲でとおっしゃってましたよ。今週第9位、中山美穂さんでバージンアーありたての笑顔で最終滑り込むのおまじか塗り忘れた口紅曲がり
忍んでくる沈む闇に瞳わざと逸らしたまま打ち明けた星と同じ数のShiny star ずっと今まで困らせてごめんね大切なものをそれはあなたよいつまでもそばにいてみほさんは？そうですね、私も小学校の時は結構
暴れてました。暴れてた。そうやっぱりね、あのこういう歌手におなりになる芸能界にいらっしゃるぐらいのお嬢様方はやはり元気な方が多いですからね。そうですね。でもだんだんこのようにもう一つお願いしましょう。はい、今度は中山先生に一つ。はい。はい、私はまだ小学校5年生なのによく高校生に間違えられるんです。クラスの男の子からはお前はおばんっぽいなと言われています、うん、身長も158センチあってこのままでは高校生になったら本当におばさんになってしまうんじゃないかと心配です。どうしたらおばさんに見られないかな、うん、松崎和美ちゃん、和美さん小学校5年生、はい、ということでどうですか。私も小さい頃から顔が全然変わってなくて結構老けてるって言われてたんですね。そう、美穂ちゃん今何歳でしたっけ。今17歳ですもんね。どんな風にお答えして差し上げますか。あの小さい頃老けてると年取ったら若く見られる、変わんないっていうことでね。なるほどね、心配することはないと。お嬢様、なんと今度の口紅は潤いが持続しますぞ。春の色、ホワイトブレンドされて15色、資生堂インテグレート口紅新発売。